はい、どうもこんにちは、Qです。今回パート3の方、はい、早速やっていこうと思います。前回はですね、トラムシステムという、まあ結局なんか乗り物だったらしいですけど、これ今乗ってるやつがトラムっていうのかな。まあ、それを直したんですけど、もうなんか最初僕が乗ってた、アイザックが乗ってたケリオンという船が大破してしまって、で指令コンピューターにアクセスしなきゃいけないんだけど、その艦長のベンジャミン・マティウスが死んでいて指令コンピューターにアクセスできないとかって、でその艦長の RIG、 このスーツですかね、スーツを取りに行けばその指令コンピューターにアクセスできるらしいんで、それを取りに行こうみたいな感じですね。はい、ということでやっていきます。もうだいぶね落ち着いてできるようになったと思う。大丈夫よマッコイ、彼はここにいるわ。何も怖くない。あなたが来ることは知っていた。本当に言った通りに、私あなたのために取っておいたの。生きてる人じゃん。うわ、何、あ、死んじゃった。これを取っておいたの。ああ、キネシスモジュール。生存者っぽかったのに。キネシスを使えば物体を動かしたり投げたりできます。標準モード。アイテムをつかむ。うわっ。はい。新しい力。引き寄せられる。キネシスですっけ。サイコキネシスとかのキネシスですか。お、はい、まあ生存者だったのに死んでしまいましたね。で、前回ストアの内容をよく見れなかったんで、よくっていうかゆっくり見れなかったんで、なんか買いましょうか。あ、スーツいいですね。所持品スロットと装甲を強化します。まあ、こういうのは使わなきゃ仕方ないですからね。スーツをとりあえず買ってみましょうか。はい。お、おう、あ、は、あ、入るの。信用してるな、この機械のこと。俺だったら怖くて入れないけどな。お、なんかちょっとだけ、なんだ、地味に変わったのか。なんか肩の部分とか、ちょっと変わった。お、少しだけごつくなって。はい、で、あとはどうしましょうかね。ラインガン、そうですね、武器も一つだけ欲しいですね。パルスライフル、これライフルにしときましょうか。よっ、でライフルの弾とかもいますね。あ、所持品か、これ店。ライフルの弾が売ってない。買ってよかったのかな。ちょっと謎ですね。買ってよかったのか。これはどうやって使うんだ。移動、あ、なるほど、こうやって移動できるみたいですね。まあ行きましょうか。弾はおいおい手に入るでしょう、きっと。はい。あらら、ちょ、赤い武器アイコンはグリップに弾薬が全くないことを示しています。50
50発ある。結構、まあ誰かに試し撃ちしましょう。今度武器の切り替えをこの上の番号でするのかな。よし、ここはキネシスでどかせば。はい、え、なになに、ちょっとなんかおかしいことになってますよ。これ何のバグ、これどうやって治るんだこれ。あれ、構えたままになっちゃった。ちょっと謎のバグが、ああ治りました。 なんだ、カイロズを拾ってストアにアイテムを追加しましょう。カイロズ、火炎放射カイロズをゲットしました。うん、ストアに持っていくとその武器が追加されるのかな。あ、ぽいですね。追加されました。なるほど、そういう風にしてちょっとずつアイテムが増えていくわけですね。ていうかさっきのあの何だったんだろう。お、さあ行きましょう。おお、それが一番びっくりする通信が。ケンドラが消えた。彼女を失ったとは信じられない。我々にまだできることがある。艦長の IRG コール。Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. You have to blow through it to get to the morgue.Get some thermite from medical storage and a shock pad from zero G therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this static. あ、電波が悪いみたいです。ちょっといまいちわからなかったから読み直しましょうか。研究室側にテルミットが保管されている。少量のテルミット、それに加えて次元電荷があればあのバリケードを爆破できるはずだ。ここに入りたいんですかね、みたいですね。え、はい、お店がいっぱいあるけどやることはもうない。お金、はい、まあ一応セーブもいろいろしたんでね。うん、でこっちも気になるけどな、どうしても関係ない方が気になってしまう。わあ、びっくりした、もう。どう。え、なんか音がする。暗い、うん、ちょっとダメダメ、怖がらないよもう。え、え、何してんの、大丈夫ですか、頭割れちゃうよ。うわ、割れちゃった。なんだよ、そんな嫌なことがあったのかよ。話ぐらいだったら聞いたよ俺が。あれ、どんどん進めるぞ。とりあえずステーシスを回復しておこう。関係ないとこなのにどんどん進んでしまう。
なんかパワーノードを一つ使ってロックを解除しますかって言われてる。そんなこともできるのか。あ、文章ログ、データベース、うわ、すごく長い、すごく長いぞ。なんか研究の内容みたいですけど、なんか実験してたのかな。なんか研究の内容が少しだけ書いてある。うん、まあいいですかねまた今度ゆっくり読みましょう。そうか、アップデートするかこの中に入るか、まあ試しに入ってみましょうか。はい、パワーノードってすごい貴重品なのかな。それだったらてか全く戦闘がないままかなりの時間が過ぎようとしてますけど完全に寄り道ですしね。あ、音声ログ。You found something down there, didn't you? Yes. We found something. So the texts were right all this time. 急に英語になったらびっくりするから。何の用意もしてなかったから、ちょっと何言ってるか。Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should...わからなかったのですみません。もうちょっと英語の勉強した方が良かった。暗いのやだな。おお、何事もなかった。完全に黙ってしまってた。よしよし、ということで本編というか、ちゃんとしたルートに。うわー、これどの武器にももう一つ発射モードがあります。セカンダリー発射。あれ、このプラズマカッターはスペースを押しても縦横が変わるだけなんだけど、こっち試してみましょうか。これ普通に撃ったらどうなるんだ。おうおお、2発同時に、結構マシンガン的な感じですね。でスペースを押すと、え、何やった、え、何やったのか分かんないもう一発だけ、なんか上に向かって撃ってますね。謎ですけど、これがセカンダリーらしいですね。はい、わかりました。よし、これで死んだふりしてるやつじゃないかどうか確かめていこう。いっぱい死んでるな。はい、セイシスですね。お、なんか研究所みたいなとこ来ましたね。てか敵に全く出会わないんですけど、お金、人体模型はなんか気持ち悪いな。で、どっち行くんですか？あっち。どうですか、このクールさ。なんだ
ちょっと待って、多いよ。